空から見た、エルブール・エルブールは、レイユニオンのサラジーというコミューンの中の村である。アンシェンの足元にある。19世紀中頃の島の総督アンヌクレティアンルイド、エルにちなんで名付けられた。フランスの最も美しい村の一つである。この村には19世紀後半に、裕福な大農園主や商人によって、温泉の近くに建てられた家がたくさんある。 断崖に突き出した竹林に取り囲まれた飾りの多い墓地がとりわけ冬代わりである。1832年野生のヤギを飼っていた人が、エルブールの大地とイレアビドの間に治療効果のある温泉を見つけ、これがすぐ有名になった。当時客がやってきてわら小屋に住み始めた。1842年までにだんだん村の周りに温泉ができていった。村はサラジーの中で特別な地域になったが、 住民の希望にもかかわらず行政上は村のままだった。温泉の流量は毎秒1.1リットルと限られており、ミネラルも少なかったのだが1875年に温泉の境界は絶頂を迎えた。島の沿岸部の裕福な階級は温泉に惹かれてやってきたが、サラジーの涼しい気候も気に入った。少しずつ上流社会ができていった。人々は別荘やカジノを建てた。 そのせいで、クレオールの住居は凝った作りになった。温泉の源まで道がつけられた。この当時のブルジョワが温泉に通う方法は、カゴだったが、地形の凹凸が激しくらまれから、プール道までの坂道ができるとすぐに使われなくなった。1948年にコーエルブールに通ってくる人はめっきり減ってしまった。その理由は、源泉の温度やミネラル分が減ったことや、 シアロにも温泉ができて競合したためであった。さらに1948年のサイクロンで源泉の上に地リりが発生したのである。花に囲まれた墓地下の他には墓地も特徴がある。墓は地面に直に作られているので自然の草花で飾られている。このこともフランスの最も美しい村に選ばれる理由になった。ありがとうございます。